広島の皆さん、おはようございます。天才横山雄二のマシンガンラジオの時間がやってまいりました。横山さん、今朝の収録またお酒臭かったらしいですよ。飲み過ぎだ。何かを失ってしまったラジオスター。もうラジオやめようかな。夢を諦めかけた時、不思議なことが起こり始める。なんでラジオの世界に入りたいと思ったのか、もう何も思い出せん。好きですよ、昔からずっと。ラジオの思い出が広島の人々をつないでゆく。もうラジオやめてくれ。ラジオの恋。